はい、皆さんこんにちは、サルです。今回は前回作ったポケットストーブのごとくに続き、ポケットストーブの風防ウィンドスクリーンですね、こちらを作ってみようと思います。で、実はですね、一つとても残念なお知らせがあります。せっかく撮った動画がですね、すべて消えてしまいました。はい、うっかり消してしまいました。はい、ということで絵がありませんということでね、とってもね悲しいんですけど、編集しようとして愕然としましてね、うっかり消してしまったんですね。はい、ということで、今回は、大変申し訳ありません、いきなり完成品の、登場ということになります。はい、こちらの2種類を作りました。元になったのはセリアで売ってたコンパクト簡易ストーブですね。こちらを切り出してこのような2つのものを作り出しました。2つの形の違いはほんの、些細な部分なんですけど、細かく見るとですね、いろいろなメリットデメリットがあるんですね。したがって、そちらについては、後で撮った動画で説明していこうと思います。ご覧ください。このタイプのやつをこの中華のやつにつけようと思うと、このリベットの部分がですね、出っ張ってるので、どうしてもですね、見えにくいんですけど、あそこにね当たっちゃうんですよね。で、これ以上は降りなくなるんです。これだとね、かなりグラグラするんですね。で、逆にこちら側問題ないんですけど、これをこっちにつけようとすると、今度はここがね、またリベットに当たっちゃって、これ以上降りなくなるんですね。で、かなりグラグラするんです。こちら、こっち側だとね、ちょっと致命的に無理なんですね。これがね、こちらの方だったら長いので、ほら、こんな風にスッと入るし、まあ、しかもね、しっかり固定してる感じなんです。こっちだと短いので、あの爪がね、引っかかっちゃって、爪を曲げてリベットの上に乗せればいいとも思ったんですけど、そうやってみるとですね、 2,3 回突き外しただけで不安定になったり、あるいは収納するときに邪魔になったりして不都合だったんですね。こっち側もこんな感じがね、爪があるので、ここに刺した場合にこうだったらいいんですけど、こっちが当たってるんですよね。だから奥まで下がってないので、ここがちょっと浮いてるんですよね。で、こちら向きでしてやると、中華の場合だとですね、ここが当たってるので、これをね、しっくりこないんですよね。ここが当たってるもんですから奥まで入らないので、ここもこうなっちゃうんですよね。こんな感じなので、もっとね、爪をね、極端に曲げて手前に出してね、リベットの上にね、爪を乗せればいいんだけど、そしたらね、すごくここが前に出ちゃうので、しまう時にここが浮いちゃうんですよね。で、収納する時にね、無駄なスペースができちゃって、これまたね、不都合なんです。ワークマンの場合はここのハトメのところが出っ張ってないんですね。まあ、ハトメなので、リベットじゃないので、だからね、こんな風にここに当たるんですけど、まあ、当たった状態でほぼ今つらい位置になってます。ちょっとね、これじゃあ抜けやすいんですけどね、少し不安定、結構ね、簡単に抜けちゃうのがあるので、こういう使い方ではなくて、ですね、こっち側ですね、こうもできるんですよ。で、これで一番下までね、差し込んでやると、見たら分かるように爪がね、ハトメの上のところを押さえてる感じ、自然にね、押さえると重なるんですよ。リベットと違って飛び出てないので、自然に重なってくれる。だからこの形状は、まあ、ワークマンの場合だとね、問題ないんですよ。全然いけるそうだなと。こっちにするとね、少しね、ここの高さが、差が出ちゃうんですけどね。これはもともとセリアのコンパクト簡易ストーブが切りやすい場所で切るとこの形になってしまうんですね。作った風防を下まで落とせばね、しっかりするんですけど、下まで落としてないとね、ちょっと不安定になっちゃう。こっち側を
ちょっと向きを変えてつけてみると、こっちもそうですね、こう下までね押さえればガチッと安定するんですけど、ハトメのね上にね爪が乗っかってる感じで、これはね安定して使いますけど、少し高さがねズレが出ちゃうっていう感じですね。まあそんなにね気にするほどのズレではないんですけどね。でぴったりにするとね辛い位置になって高さが揃うんですけど、ハトメに乗ってなくて少しね弱い不安定っていうかね、なんかの調子に外れる可能性はあるかなっていう感じです。はい、まあどちら向きでもねこのワークマンの方だったら使える感じです。でワークマンのようにハトメがね飛び出てない、リベットみたいにねボコッと出てない場合だと、この形状でバッチリいけると思います。むしろねこの形状の方がねコンパクトで爪が短くてねいいかもしれません。ということで、このリベット固定してあるポケットストーブの場合にはこの万能タイプの風防でいこうと思います。リベットでもハトメでもどちらでも使えるので大変便利です。でこちらのタイプの風防についてはリベットのような突起があるポケットストーブには難しいので、私が持ってるもので言うとワークマンのようなハトメタイプのポケットストーブで使えばいいかなというふうに思っています。で中華のリベット製のものについてはこちらの万能タイプの風防を使えばいいかなというふうに思っています。DIY の様子を消してしまったのでお見せできず残念なんですけど、今回はですねどちらも金切りバサミがなかったので、ダイソーの庭木用の剪定バサミを使って切ることができました。これもね、全く問題なかったので、良い勉強になりました。次回はこんな感じでいよいよポケットストーブに合うというか、もう私にとって理想の燃料について考えてみようと思っています。とうとうね炊飯にも手を出します。乞うご期待です。この動画がねいいなと思う方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。